今日はですね、2021年でございます。今日は私がずっと乗ってみたかったっていつも言ってますが、箱根行きのロマンスカーに乗ったと思います。そう、ロマンスカーですよ。ちょっとどんなんかな、10時発なんですけど、あと20分ぐらいあるので、ちょっと朝ごはんを調達してから乗りたいと思います。それでは行きましょう。新年の新宿もうバッチリね、感染対策して降り立ちましたけど、やっぱ少ないね。でも本当に人いない。そしてカフェも開いてない。とりあえずバースタに行きたいんですけど、新宿で唯一好きなサザンテラス口なんですが、うわーやってないね。あー、スタバもダメか。じゃあディーン&デルーカはどうだ。今日元旦なんです。仕方ないね。やったー、勝ちだ、俺の勝ちだ。リンデルから行こう。あそこの方も調達しないと。ダメでしたわ、10時からでしたわ。あれに乗るせい。2番線。ロマンスカーは鹿っぽいっす。あ、初めてだな。楽しみだな。お、いしっす。あったの。来たー。そしてちょっと売店見つけたので買います。いいですよ。私はね、7号車の展望席に行きます。結構混んでるね。なんか思ったよりも人いるなっていう印象です。そう、今回はね、 GSE っていう真っ赤なもの分かってたんですよ。えへ、これがロマンスカーカフェ。そしてイエーイ、これだぜー。乗りますよ。ロマンスカー GSE。 そう、今回はね、赤い列車って分かってたから、紅白、私は白い服で来ました。さあ、7号車行くぜ。わ、すいません。7号車の後方展望席1列目を取りました。14の C と D です。こんな風に背もたれのところには GSE のマークもあります。ロマンスカースーパー箱根7号箱根湯本駅でございます。まもなく発車いたします。次は小田原に止まります。デッキにお立ちのお客様、閉まる扉にお気を付けください。はーい、小田急線新宿駅飛び立ちます。いやー、やばくないですか、この後方展望。私、前面展望より大好きなんですよ。この吸い込まれていく感じ、わかりますかね。そして駅員さんがね、皆さんこのロマンスカーを敬礼して見送ってくれるんですよ。すっごい楽しかった。私は一人で誰も見てないと願いながら永遠に敬礼してました。清掃のね、方々も手振ってくれたりしてますね。あ、見えてますね。はい、こんな感じで、お、なんか暗いところを抜けると、まだか、太陽はまだかな、まだかな。いや、もうワクワクしません、このアンダーグラウンドな感じ、半端ない。弁当やサンドイッチ、花火飾り、アルコール、おつまみやお菓子、アイスクリームなどご用意いたしております。いやー、テンションがもう爆発したまんまずっと乗ってたんですけども、はい、新宿のビル群を抜けまして、南新宿駅かな、ぼちぼちですね。こちらも通り抜けます。ここから素敵なイケボなね、車内アナウンスが聞けますので、ぜひお楽しみください。とロマンスカーは新宿駅を全国通りに発車いたしました。
定時出発へのご協力ありがとうございます。さて本日は私ども小田急の特急ロマンスカースーパー箱根号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。当ロマンスカーを担当いたします乗務員は運転士、車掌は、終点の箱根元までご案内いたします。運転士のロマンスカー連絡とともに安心安全で快適な列車運行に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。車内でのお食事物お飲み物の販売等につきましては後ほどロマンスカーアテンダントよりご案内させていただきます。次は小田原に停まります。10時59分の到着予定です。終点の箱根元には11時13分の到着予定でございます。ご乗車ありがとうございます。これから車内に車掌が参ります。ご用のございますお客様はお知らせください。それでは目的地までのひととき、どうぞごゆっくりとお過ごしください。皆様、ロマンスカー車内でのひとときいかがお過ごしでしょうか。まもなく当ロマンスカーは香川県のほぼ中央を流れております。相模川を渡ります。相模川は富士山のふもと山中湖を水源とし、全長約 113km、 神奈川県と山梨県の2県にまたがる一級河川です。この川の上流の山梨県では柏川、海へと注ぐ河口付近では真湯川と呼ばれ、古くは鮎川とも呼ばれておりました。その名の通り鮎がよく取れ、都心より一段近い鮎の釣り場として有名でございます。相模川を渡りまして神奈川県厚木市に入ります。当列車順調に運転を進めまして、まもなく定刻通り本厚木を通過いたします。丹沢大山連峰の山並みでございます。国定公園に指定されておりますこの丹沢大山は、関東平野の一角に標高約 1000m から 1600m を超える山並みを連ね、中でも表丹沢の顔であります大山は標高約 1252m でピラミッド型の大変美しい山容を見せております。この大山の山頂には一年中水の滴る霊木があり、これが昔から雨雲を呼ぶと伝えられることから雨降り山とも呼ばれるようになりました。この大山にございます阿夫利神社の阿夫利とは、この雨降りから由来しているとも言われております。大山地区は精進料理として大山豆腐、伝統工芸品として大山駒が有名でございます。変化に富んだ川や滝が多く、新緑の夏にはハイキングや登山、紅葉色づく秋にはもみじ狩りなどを一年を通してお楽しみいただけます。富士山は皆様ご存知の通り日本最高峰、標高 3776m の高さ、静岡県と山梨県にまたがる活火山でございます。このとても美しい姿は見る人すべてに感動を与えてくれます。芦ノ湖の風景は圧巻です。春夏秋冬様々な姿を見せてくれます。
皆様も箱根お出かけの際は皆様ならではの富士山が綺麗に見えるスポットを探してみてはいかがでしょうか。帝国通り新松戸駅を通過いたします。あと8分ほどで。ありがとうございました。また重ねてのご利用をお待ちいたしております。小田原で通りのお客様、どうぞこの先もお気をつけていらっしゃいませ。ご利用のお客様に第97回箱根駅伝についてご案内いたします。今回の内閣は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電動での観戦はお時間いただき、できる限りご自宅でご観戦ください。また小田原中継所には一般観戦者も。寒波が押し寄せまして大変冷え込んでおります。温泉巡りされるお客様、いざめなさらないようご注意ください。皆様どうぞ温かくしてお過ごしください。どうぞこの先もお気をつけていってらっしゃいませ。終点箱根元に到着いたします。はい、終点箱根元に到着です。お忘れ物ございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてらっしゃいませ。行きます。はい。わー、着いたぜ。電車パラディーズが。さあ、私は楽しかった。さあ、今から私はね、箱根登山列車に全線乗りに行きたいと思いますよ。孫雲山駅をまずは目指したいと思います。3番線なんだ。さあ、ようこそ箱根って。これさ、私が持ってきたGSE ね、これのお顔をちょっとね、撮りに行きたいと思います。背面テントの方は撮ったんだけどね。着いたぜ。さあ、切符買わなきゃ。はい、ということで、箱根ロマンスカーは後方展望席に乗りたくて乗りました。いかがだったでしょうか。ちょいちょいとね、全貌の方も入れてますので、お楽しみいただけたかと思います。それでは、面白かったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次、引き続きね、あの電車に乗ってまいりたいと思います。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。